皆さん、非常時の電源の確保はできてますでしょうか。やっぱりね、地震大国なんで日本はこうやって当たり前に使えてる電気ガス水道がいつ使えなくなるかっていうのがわからないわけなんですけど、そういったね非常時に備えるためにこちらエコフローさんから高性能なポータブル電源をご提供いただきましたのでレビューしていきたいと思います。で、今回ご提供いただいたのがこちらポータブル電源のデルタミニという機種ですね。デルタシリーズの中では一番小さいモデルなんですけど、容量がね小さい、容量とか出力がね少し小さいだけで基本的な性能は上位機種と同じとなっています。で、一応エコフローさんのポータブル電源シリーズには2つあって、デルタシリーズとリバーシリーズっていう2つあるんですけど、僕がちょっと見た感じコンセプトがちょっと違うのかなと思ってます。リバーの方はですね、どちらかというとアウトドアを想定した作りとなっていて、一番大きいものでも重量が 7.6kg となっています。このリバープロというやつですね。で、形状的にも片手で持てる設計になっていて、ちょっとしたキャンプとかアウトドアにちょうどいい設計になってるんじゃないかと思います。で、こちらのご提供いただいた方のデルタシリーズはどちらかというと非常時の電源確保がコンセプトになってるんじゃないかと思います。一番重たいプロの方はですね、重量がなんと 45kg ありまして、こんなん非常時に持ち歩けるかって突っ込みたくなるんですけど、キャスターと折りたたみ式のね取っ手がついてるんで、一応ガラガラと転がしながら持ち運べるようなものとなっています。ちなみにこちらのデルタプロの 45kg のやつはですね、先日YouTuber の Hikkin さんが購入されていました。で、シリーズ共通して言えることとしては、持ち手はねしっかり作られてますし、そうそう、デルタシリーズはですね持ち手が2つなんですよね。リバーシリーズの方は片手で持つようなものなんですけど、このデルタシリーズに関しては両手でねしっかり持つという設計になってて、結構ね重たいタイプになっています。で、容量についても違いがあって、デルタプロは 3600Wh、 こちらのねデルタミニでも 882Wh あって、さっきのリバーシリーズの上位機種のプロの方ですね、リバープロでも720になってるんで、比較的デルタシリーズの方が容量は多めとなっています。ちなみにこの容量なんですけど、よくねこういったモバイルバッテリーに表されるミリアンペアアワーで変換すると 1Wh あたり約 270mAh なんで、このデルタミニ、こちらのね一番小さいモデル 882Wh をこのミリアンペアアワーに変換すると245000H となってまして、このね小さいモバイルバッテリーの約49個分という、すごい大容量なものとなっています。はい、というわけで外にやってきました。やっぱりねこういう製品は電気のないところで使った方が、よりね現実感あると思うんで、あえてですね外にやってきました。で、こちらなんですけど、詳細を説明していきます。容量が 882Wh で 50.4V で、重量が約 11kg となっています。で、 Wi-Fi に対応してまして、スマートフォンのアプリケーションから、このねデルタミニを操作することができます。で、出力、このデルタミニから電気を取る方ですね、それはですね AC ポート、純正弦波となっていまして、ここですね、合計で 1400W まで、ここから取ることができます。で、50Hz と 60Hz の切り替えもできますし、 X ブースト機能を使うとですね最大 1800W まで出力することができるみたいです。 AC 出力が2箇所ありまして、各ポート最大 12W までとなっています。で、急速充電もありまして、こちらは最大 18W で、これ嬉しいのがタイプ C 出力がありまして、最大 100W までいける。だからノートパソコンとかそういうのに一番適してるのがついてる。これマジで嬉しい。で、シガーソケット出力もありまして、こちらですね、車の中で使用する時とかにここからシガーソケットの出力をすることができますと。で、あと DC5521 出力というのもありまして、こちらよくわかんないんですけど 12.6V、3W まで出せると。で、入力の方、全部で3種類から入力、充電することができます。まず1つ目は、AC 充電ですね。普通の家庭用コンセントに挿して、このポータブル電源を充電する方法が1つと、もう1個はソーラー入力もできます。これにソーラーパネルを接続することによって、ここかな、よいしょ、ここから、ソーラーの太陽光でこれを充電することができると。で、あとは、シガーソケットもできます。これ 12V と 24V どちらも対応していて、まあ 8W、 規定値は 8W となっています。どこからだろう、まあ、この辺を使うのかな。で、シガーソケット、まあ、車の中でこのポータブル電源を充電することができるというふうになっています。と、まあ、製品の説明はこれくらいにして、これからですね、一般のご家庭にある家電製品を使ってこちらのデルタミニ使ってみたいと思います。まあ、小手調べということでノートパソコンつないでいきます。ノートパソコンのアダプター、これ 180W ですね。まあ1400同時に使えるんで、まあこれくらいはね余裕でいけるだろうと思います。で AC ポート後ろ側なんで、ここに接続します。よいしょ。で使う時はですねオンオフあるんでここのボタンも一緒に押します。よいしょ。はい、これで今どうかな。はい、今60W 消費している状態ですね。今ノートパソコンつけてないのでそれくらいになるのかなと。で、まあ、電源つけて負荷を高めていくと、180W までマックスいくと。あ、今100近くまでいきましたね。まあ、これくらいなら、ノー問題ということですね。はい、どんどんいきます。はい、こちら、マキタのディスクグラインダーですね。これなかなか消費電力多くて、720W ですね最大で。こういう、モーターがついてるような機械って、まあ、起電力っていうのかな、最初にすごい大きな電力、この定格よりも大きい電力を使うことがあるので、ちょっと、ね、余裕を持って接続した方がいいと思います。まあ、今 180MAX つないでるんですけど、まあ、74W 相当なんで、まあこれぐらいはつないでも同時につないでも問題ないと思います。よいしょ。はい、ではスイッチ入れます。はい、全然問題ないですね。はい、ノー問題。今パソコンと、ディスクグラインダー同時使用でも、何の問題もありません。一応ね消費電力見ておきます。マックスでも500ぐらいですね。ノートパソコンとディスクグラインダー足しても500ぐらいにしかなってないですね。うん、瞬間的にこう600パッていく時もありますけど、まあ、回転が安定すれば徐々に下がっていって、まあ、安定は500ぐらいかなと思います。まあ、全然問題ないですね。はい、次いきます。 3D プリンタープルサミニプラスですね。でこのデルタミニの特徴として純正弦波で出してくれているので、こういった精密機械も動かすことができるはずです。でこのプルサミニプラスの出力の容量は 150W となっていますので、まあ、ノートパソコンよりも少ないってことは、まあ、全然問題なく動くはず。じゃあスイッチ入れていきます。こっち。はい、問題なく電源がつきました。非常にねこちらも画面見にくいですけど画面もついております。はい、まあ、実際にね、もう印刷してみますね。じゃあこの状態で、これ回してみましょう。はい、これでもう 600W ぐらいまでしかいってないですね。うん、瞬間的に 900W ぐらいまでいってますけど、回転が安定すれば 600W ぐらいまで下がるので、まあ、3台使用でも全然問題ないと。はい、今ねヒーターも温め出しているんで、そろそろねこいつも動き出すと思います。はい、 3D プリンター動き出しました。外だからなのかなんかいつもより順調に動いている気がします。今ですねパソコンの充電と併用して使っているんですけど、だいたい消費電力は 100W から 200W の間を行き来しているといった感じですね。この状態だとあと6時間ぐらいは動くといった表示になっています。すごないこれ。順調は順調なんですけど、最初にね一般のご家庭にある家電製品をね使うって言ってたんですけど、ちょっとだけねマニアックなやつ持ってきちゃったんで、ちょっと次こそはね一般のご家庭にある家電製品を持ってきたいと思います。ちょっと待ってください。よいしょよいしょ。はい、こちら卓上射出成型機いなり M12 ですね。消費電力はこの M12 のタイプは 250W となります。まあ、問題なく使える範囲になるかなと思うんで、使ってみたいと思います。今ですね、卓上射出成型機の方スイッチ入れまして、ヒーターを温めている状態になります。今 3D プリンターとパソコンと卓上射出成型機3つ合わせて 300W いかないぐらいなんですね。でさらにこの状態でディスクグラインダースイッチを入れたとすると、どうなるかやってみたいと思います。まあ、計算上は 1100W 相当だと思うんですけど、まあ、このデルタミニが 1400W までなんで、まあ、全然問題なく使えるはずです。いきます。はい、今ですねマックスで1100ぐらいまでいきましたけど、普通に電源が落ちることなく動いています。いやこれすごいね。はい、もうすっかり日が落ちて暗くなってきたんですけど、電源ついただけだとねやっぱり面白くないんで、実際に射出成形するまでやってみたいと思います。で、実際に作るものなんですけど、こちら、例えば、僕の娘が描いた宇宙人ですね。これをもとに、金型を作ったんで、ちなみにこれね光造形レジンで作ったんですけど、このレジンを作る時もこのポータブル電源デルタミニを使ってます。いきます。射出。15。よっしゃ。はい、では開けます。よっ。おお。ああ。おおおお。ああ、ちょっとなんかあれだけど、バリはね出てるんですけど、ちゃんとね物はできてる。取れねえ。よし、まあ、クオリティ云々よりもポータブル電源を使ってやってるってとこなんですよね、目的がね。でこれすごくないですか。ちょっとよいしょよいしょ、ほらちょっとね飛型が出てたりするけど、おおむねできてるんではないでしょうか。ちょっと黒って分かりづらいな。はい、そうこうしてる間に 3D プリンターの方完了しました。1時間15分のプログラムだったんですけど、ちゃんと最後まで走り切ることができました。よいしょ。はい、こんな感じの箱を作ってみました。いやすごくないですかこれ。射出成形もね普通にできたし、で今、出力は35W まで下がりましたね。3D プリンターが、止まった。電源はついてるんですけど、動作としてヒーターとかがね止まってる状態なんで、出力も下がってきました。あれちょっと増えたな、200になったな。あんまり関係ないのかもしれない。であとね2時間使えますこの状態でってなってるんですけど、容量を見るとね 58% までしか下がってないんですよ。でここねちょっとペコ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 動くんで、あんまりねここ参考にならないかもしれない。その出力もばらつきがあって、ほら今200なったけどさっき40とかだったんで、そのばらつきがあるからそこまでね、目安にならない、消えちゃった、にならないから、こっちでねどれぐらい減っていってるかなっていうのを見ていった方がいいかもしれないですね。で今回はこちら側の USB ポートは使用しなかったんですけど、こちらも AC ポートと同時に使用することができます。ただし 1400W はオーバーしないように気をつけてください。でちなみに後ろ側 AC ポートの方どうなってるかというと、はい、こんな感じで5本のコンセントがつながっています。あとねもう1個いけるんで、1400W 以下なら、他のコンセントも、追加でつなげることができます。はい、というわけで、さまざまなね家電製品でこのデルタミニテストしてみてパワフルさとか、伝わったかなと思うんですけど、すごいのはねこれだけじゃなくて、実は入力側充電側も凄まじい性能を秘めています。というのもですね、こういうポータブル電源って、容量がねめちゃくちゃでかくていいんですけど、充電にこいつ本体の充電にめっちゃ時間かかったらちょっと微妙じゃないですか。ただこれがX ストリーム機能っていう謎の、テクノロジーが追加されてまして、それを使うことによって900W でこれを充電することができるんですね。そしたら満充電までなんと 1.6 時間、24万5000mAh が 1.6 時間で充電できてしまうっていうすごい性能を持ってるんで、ちょっとねそれもね試してやってみたいと思います。この裏のパネルを開けると、ここにですね急速充電と低速カスタム充電っていうねスイッチがあります。これを上にすると急速充電、エクストリーム充電をすることができて、下にすると低速で 200W から 900W の間でスマートフォンのアプリから充電の速度というか、出力と入力かを調整することができます。今回はエクストリーム使うので上にしてこのコンセントを挿します。上がインプットですね。今 400W まで上がってきました。500、だんだん上がってきてますね。インプットが 800W まで上がって、このね、充電時間が残り41分となっています。これすごいですね。だから約半分としても12万 mAh ぐらいがあと40分で充電できるということですね。すげえ。で一応この騒音計でこのデルタミニが 800W で充電されている時にどれくらいの音が出るかっていうのも測定してみます。ちなみにめちゃめちゃ静かですね。はい。一応ここから風が出てる。こっちが吸気でこっちが排気かな。はい、見えますかね。60dB、この距離、この近さで60dBぐらいかな。めっちゃ静かです。ちなみにちょっとねぬるい風が出てるくらいですかね。はい、こんな感じで急速充電にも対応していますと。はい、こちらがスマートフォンの専用アプリの画面ですね。今 Wi-Fi でこのデルタミニと接続されています。で900W で急速充電できるとは言っても、やっぱりそうやって使ってるとバッテリーの寿命をね縮めてしまうので、そこまでね頻繁に使わない方がいいんじゃないかなと僕は思っています。でその充電速度はアプリ側で自由に設定することができます。この最大 AC 入力というところですね。これを 200W から最大 900W まで変更することができますと。僕はだいたい200にしています。夜の間にね充電することが多いんで。であと他にはですね、スイッチをね物理スイッチを押さないと起動しなかったり、AC の起動がねしなかったりするんですけど、そういうのもアプリでスイッチのオンオフができたりとかして、非常にね使い勝手のいいアプリとなってますので、一緒に使うのが僕はいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらのデルタミニなんですけど、最後にねいいところと悪いところとキャンペーン情報をお伝えして動画を終わりたいなと思います。で良かったところ、いいところなんですけど、まずデザインですね。かなりねスタイリッシュな見た目をしていて、僕はね非常用電源としてもこちら使いたいなと思ってるんで、家のインテリアにね非常に合うデザインになってるのがいいポイントだと思います。あとは入力出力ともに端子、充電方法などがたくさんあって、本当に非常時に役立ってくれるんじゃないかと思います。でソーラーパネルは別売りになるので、別でね購入して、これをねより役立てるように使用していきたいなと思ってますし、あとどうですかね、本当に悪いところっていうと、なんだろう、強いて言うならちょっと取っ手が横に張り出してるんで、両手で持ってるのは非常にいいんですけど、ちょっと張り出しすぎてるかなっていうぐらいですかね。本当にそれ以外マジでないです。めちゃめちゃ気に入ってます。めっちゃ使い倒します。アウトドアでも持っていきますしね。はい、そんな感じですかね。で、この動画の視聴者の方に特別なクーポンが、あるっていうのと、エコフロー公式楽天店の方で6月4日から11日まで最大 25% オフになるキャンペーンもやられるそうなんで、もし気になった方、概要欄のリンクからぜひエコフローさん見てみてください。今回動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter、Instagram をいろいろやってますので、そちらもぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。